皆さんこんばんは、中島です。今日は2月の17日です。まあこの1週間じゃないな、10日。始まりは2月6日だったので、2月6日から約10日間、本当に長い長い、時間でした。でもじゃあ今日でもう終了です。でやろうと思っていたこと、伝えようと思っていたこと、すべて終わりました。で今、2月17日のだいたいもうすぐ日が沈む6時前、18時前なんですけど、今日どこで撮ろうかなと思ってたんですが、やっぱりこの品川神社です。今朝私品川寺に来まして、でずっとあそこの、参道を歩いてきたんですね。でその前に絶対に品川神社とおついでね、絶対寄らないといけないところがあるんですよ。そこも行ってきて、で今日ここに祈願に来たんですけど、まあこの祈願、あここもちろんね、この富士山ね、富士山ねミニ富士山で、こっちにあの富士山の神社があるんですけど、本当今日は長い一日でした。今日はね、朝から車で東京に来たんですね。で本当だったらいつも通るルートがあるんですけど、こういう時ってもう本当に Google ナビちゃんが延々と道を選ぶんですよね。で通ってきた道がなんと横浜のラインなので、こないだ行ったゴジラリオの横ですよ。その辺りを 横切って通って、でまたなんかいろいろ迷って、迷ったというよりもそのナビはもう連れていくんですね。もう今回の一連は全部そうでした。例えばインフルエンザをして伊勢にもうどうしても急変な事態が起こったから行かなくっちゃと思って、乗ったらナビが来るって降ろすんですよね。高速降ろすし、降ろしてまた行って、遠回りかなと思ったら地下回りやったりとか、なんかそんなね面白いことがいっぱいあって、今日もやっぱりこのね通るべきして通った道で来ましたね。でこの品川近辺でものすごく迷わされました。たった15分ぐらいで来れるところを私1時間かかりました。でもやっぱり到着するんですよね。で今日ここ富士山ミニチュアなんですけど、この、私、その伊勢からすぐ11日に東京に入ってるんですね。あと14日も東京に実は来たんです。で今日はまた来てるんですね。この10日の間に、3泊4日じゃなくって2回は車で来ましたんで、もうね3泊5日6日なんかハワイとか行ってる感じですよね。で車中泊とかもしました。そのおかげで何が良かったかというと、本当に通らないといけないルートを通ってきました。でそこでいろんなことを思い出したし、いろんな話をしたなとか、みんなとこんなことやったなとか、ああ私こんなとこ行ったなとか、本当にたくさんのことを思い出して今日来ました。でこのね品川神社っていうのはやっぱり私が東京に出てきた時に本当に気になってた場所で、で本当その すぐ前にね、私いつも泊まってるんですけど、東京に来ると本部は通るでそのいつも泊まってるところから今ここ登ってる富士山見たり、そういう風にしてて、でこのね道中、そうそう何言いたかったかというと、富士山をね何回見たかなっていうぐらい見たんですよ。新名神というところを通ってくるので、新富士というところはもう前に絶景にね高速道路だと富士山が見えるんですよ。で曇ってない日がなかったのと、富士山を通る瞬間って空に雲が消えるんです。もうあんなに何もない空に富士山を見たことは私は未だかつてなかったです。で思わずですよ、あかんけど運転しながら写真撮ってるから、また絶対にみんなのとこにもねシェアしますね。いろんなことがあったんですけど、そうやって、本当に神様は、そこにいるよ、
ちゃんと見てるよ、こんな風にこんな感じでって全部私に知らせてくれたんで、やっぱり全然怖くなかったです。怖くなかったし、私はよく本当に一人になることが経験上多かったんですけど、でも今回は人の心の気持ち、こう塞ぎ込む気持ち、悩みの気持ち、そういうのって誰にでもあるし、それがあったら悪いってわけではないし、ただもう本当私自身も思いましたけど、神様とか見えない世界とかそういうのって、やっぱりね、それをある一部分助けてくれるもんだとやっぱり思います。で、私はこの見えない世界の人たちに今まで、皆さん知ってると思いますけど、いろいろこう傷つけられたりとか、その人たちが言った言葉がずっと鬼を引いてたりとか、まあ、そういう経験があるので、自分が見えない世界に戻ってきた時に絶対にそんな思いだけは感じさせない、そんなことはしたくないって。もちろんあれですよ、仕事とかね、何かこうビジネスやってて私は厳しいにガーッと怒ったりはしますけど、でもそれ以外のことっていうのはやっぱり、これからもそうですけど、助け、ちょっとした支えで、最後はねやっぱり私思うんですけど、これですよ、生身の体ですよ。この生身の体がやっぱり一番強くって、生身の体が選んだものがいつも言います、それが正解なんです、もうそれ以上もそれ以下もなくって、それ以外のものっていうのはもう本当助けですね、自分の助け、守ってくれるとか、それこそ、こういうところでね、ここね、もうだんだん暮れかけてるんですけど、もう、ね、いっぱいあるの、強い神さんがいっぱいいて、例えば飲食とか始める人でも力くれるし、本当にこうちょっと神社なんやけど、四国の遍路みたいな、なんかそんな神さんもいたり、もちろん、この土地のね、土地神さんもいるし、ここ浅間神社ね、これ富士山の神社で、これ知らない人多いんですけど、ここの裏側にね、なんと、はい、誰でしたっけ、いい稲垣大輔、そう、その人が眠ってるんですよ、あんまり知らないです。で、あとこの下、恵比寿さんも龍も、弁財天も、でももちろん稲荷さんもいるんですけど、私稲荷さんはね、あんまりこうまだリンクしない、稲荷はね、実はね、本家本元がいてるからね、そこいかんとあかんのですよね。で、それまでは私はもう稲荷さんはちょっと短無みたいな感じにしてます。で、さっきここ来る前に品川寺っていうところに行ってきたんですけど、ここも本当ね、いいお寺です。最近あんまりね人が行ってない感じなんで、どんどんみんな行ってあげてください。何がいいかというと、嫌な気持ち、ぶれる気持ち、なんかちょっと迷う気持ち、全部なくなります。で、その向こう側にもう一つ神社があるんですね。この間行ったら桜咲いてました、っていうようにすごい街のど真ん中なんですけど、ここはもう本当とってもいいところです。また皆さんもぜひぜひ、寄ってみてください。そして、自分の、願い事を叶えるために自分で、お祈り祈願してください。で、あとですね、本当に今回たくさんの人を巻き込んでしまったんですね。巻き込んでしまって、なんかこう右の場所と左の場所とあって、ここにすごい大きな川があるんですよ。で、この川の中にいっぱいいろんな人がいて、どうしたらいいかなっていう思いをたくさんさせてしまいました。ぜひ何でもいいです。どうでもいいです。最後は自分の思うように皆さんやっぱりやっていただければいいかなと思ってます。そしてもしですよ、まだこうね、中島優子必要やっていう人がいたら、どんどん連絡ください。
どんどん答えます。時間の許す限り答えます。そして、明日から本当は別の形で出そうと思ってたものがあるんですけど、もう今回のこんななんかもうわちゃわちゃしたこのね、これをなんか私形に表したいなと思ったんで、明日ぜひメルマガ楽しみにしておいてください。でメルマガ見てもらってわーっていうものをちょっと出そうかなと思ってますので、やっぱりね最後はそんな感じで締めくくりたいなと思っています。さあいい具合に日も落ちてきました。でこれは今富士山のてっぺんです。また今年も富士山に登ろうかなと思っています。でこれから私は関西に拠点を持つことになるんですけど、その関西から、本当はねおとなしくしてようかなと思ったんですよ。思ったの今回のことでちょっと隠れとこうみたいな。でも今日終わってみてね、今日の日って決めてて思ったことはあかん、やっぱり出ます動くことで行動することで、示していくことでどんどんとまた私を知ってもらいたいなと思ってます。そしてみんな一緒に遊びましょう、話しましょう、私ができることはやりますということで、なんかもう今日は喋るの止まらなくなりそうなのでこの辺で終わらせていただきたいなと思います。本当にこの度はたくさんの方に嫌な思いもさせてしまいました。でももしよかったらこれに懲りずにまたこれからも中島あゆ子とお付き合いしていただければなと思います。それでは皆様、いつもだと今日も良き日となりますようになんですけど、明日も良き日となりますように。